日本神奈川県横浜市中区山、元町山元町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は山本町1丁目から山本町5丁目で、住居表示は未実施。郵便番号は231-0851。面積は0.181平方キロメートル。中区西部の丘陵のふもとの宿と呼ばれる地形に位置し、 横浜駅根岸道路に沿った南北に長い古城の町域を持つ。北東は山手町、東は白葉、西竹の丸、中尾台、南は根岸台、西は美野沢、大芝台、太平町及び南区唐沢に接する。古くは倉木郡根岸村の一部で1873年に通り沿いの家屋が集まっていた地域に山本町が新設された。 この時に地町名1から2町名が設けられた。町名は山のふもとを意味すると考えられる。1889年に横浜市山元町となり、1927年に横浜市中区の町名となる。1919年と1933年に根岸市町の一部を編入し、1933年の町名町境整理の際には、 二丁目一から五丁目に改められた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。一丁目から二丁目にかけては、横浜駅根岸道路沿いに日用品を扱う商店街が形成され、二丁目に横浜山本郵便局、三丁目に 横浜市立山本小学校5丁目には消防出張所がある。町内を南北方向に横浜駅根岸道路が通り、1丁目には麦田町方面に通じる柏葉通りが東西に走る。かつては長者町方面から横浜市電が乗り入れ、打越強化の坂を上がった先の現在の山本町バス停付近に終点の山本町停留所があった。 市電は昭和40年代に廃止され、現在は横浜駅から伊勢崎長者町駅前を経由し根岸大方面、桜木町駅から元町や麦田町を経由し、根岸駅、市電保存館に至る横浜市営バス、桜木町駅から伊勢崎長者町駅前、麦田町を経由し港赤十字病院、本木方面を結ぶ富士エクスプレスの路線バスが運行されている。 ありがとうございます。